On My Mind は、イギリスの歌手エリー・ゴールディングの楽曲。2015年9月17日、3枚目のアルバム、Delirium リリのリードシングルとしてリリースされた。もともと2015年3月にリリースする予定であったが、同年1月に、映画50、Sales of Grey のサウンドトラックとしてリリースしたシングル、Love Me Like You Do が、世界的な大ヒットを記録したため、シングル、 パワフルを間に挟み一時リリースを延期している。2015年8月6日、アイハートサミットで新しいシングル、On My Mind をリリースすることを発表。9月14日、インスタグラムでシングルを3日後にリリースすることが発表され、次の日に15秒のビデオクリップが公開された。リリース前のレビューとして商業的成功を収めた。 ラブメライクユーデュ y からのプロデューサーチームであるブリッドは、この曲を前作よりさらに商業的なポップサウンドと表現した。9月17日、シングル On My Mind がポリドールレコードからリリースされた。この日に全世界でデジタルダウンロード形式でリリースされ、次の日にユニバーサルミュージックからイタリアでリリースされ、9月22日に、 インタースコープレコードからアメリカでリリースされ、10月16日に3組の DJ からなるリミックスバージョンが解禁された。オンマイマインドは、エリー・ゴールディング、サバンコテカ、マックス・マーティン、イリア・サルマンザ・デーによって書かれ、後者の2人がプロデューサーを務めた。2013年夏のエド・シーラン曲の歌詞は、ワンライトラブを題材に書かれており、 一緒にいてはいけない相手と共にする時間の心と体の矛盾を歌っている。多くの批評家がこの曲をエド・シーランのドントに対するアンサーソングだと見解を述べているが、ゴールディングが特定の人物について歌っていると望んでいる人には申し訳ないけど、そんな事実は全くないし、そんなの神話みたいなものよ。ときっぱり否定している。 二人は2013年の夏に交際していた。アルフレッドミュージックが musicnotes.com に公開している楽譜によると、曲は2単調で作られ、毎分156ビートのテンポで構成されている。ジャンルは、エレクトロポップと R&B で、楽器は主に、スクラッチギター、トラップドラム、スラップビート、シンコペーションしたエレクトロニカで構成される。 アイドレーターのビアンカ・グレーシーは、この曲を、現代の音楽ジャンルを支配している、爽やかな雰囲気のシンセから、うまく一線を外した曲、と表現した。ビルボードのスティーブン・ホロビッツと、USA TODAY の名部マクダーモットは、この曲の特徴的なギターを、ザポリスの孤独のメッセージに似ていると指摘している。オン・マイ・マインドは、非評価からおおむね肯定的評価を受けた。 スピンのブレナン・カーリーは今までで一番最高なシングルと公表し、MTV ニュースのクリスティーナ・ナガリバルディは今までのポップミュージックのすべてのジャンルを網羅するアップテンポな曲と表現した。デジタルスパイのルイス・コーナーはこの曲に5つ星のうち星4つを与え、ゴールディングがポップミュージックで最も勢いのある人物になった瞬間と表した上で、 ザポリスを彷彿とさせるギターと心を揺さぶるコーラスは頭から離れることが決してないよ。何を題材にした曲かは定かではないけど、確かに言えることはエリーが新たな一歩を踏み出して前進したということだろうね。と感想を述べた。また、ステレオガムによる2015年のポップソングベスト50では22位にランクインした。付随するミュージックビデオはラスベガスで撮影され、 監督は、カルビン・ハリスとのコラボ曲、I Need You A Love からのビデオディレクター、エーミール・ナバが務めた。映画、テルマ・アンド・ルイーズが、モチーフとなっており、相方となるもう一人の女性の存在や銃を、打ち金をばらまく様など、同映画のオマージュとも取れるシーンがいくつか存在する。この曲は、アメリカのビルボードホット100で22位でデビューし、ゴールディングのシングル史上最多となる。 初週販売数を記録した。ありがとうございます。